ドナルド・ダックとは、ウォルト・ディズニー・カンパニーのキャラクターである、ドナルド・ダックにちなんで命名された、スウェーデンの政党。選挙記録上では存在するが、実在はしていない。スウェーデンの選挙ルールでは、辞書式投票において、架空の政党に投票された場合は無公表となるが、選挙結果としては、どのような名前が書き込まれたか詳細に公表される、仕組みである。 実在しない政党であるにもかかわらず、総選挙において、毎回得票がある。なお、総選挙では、ドナルド・ダック党だけではなく、ドナルド・ダック本人も票を得ている。ドナルド・ダック党とは、単に規制政党に投票する気のない人たちが勝手に、投票用紙に書き込むだけの存在である。しかし、集計上はスウェーデンにおいて9番目に、人気のある、政党である。 一時期は選挙ルール改正により2006年までに架空の政党への投票が禁止されるとも報じられたが、その後も選挙ルール改正がされないままである。ドナルド・ダック党は得票を続け、その票数は公表されている。2002年9月15日の総選挙では有効投票530万3212票のうち10票を獲得した。 2006年9月17日の総選挙では、ドナルド・ダック等の綴りのバリアントや、ドナルド・ダックなど、すべての表記を合算した結果、225票を獲得した。これは、議席獲得を目指して40もの政党が争った中、21番目に多い得票であった。得票はすべて記入投票であった。2010年9月19日の総選挙では167票を、 獲得している。2014年9月14日の総選挙では133秒を獲得。ありがとうございます。